見事今大会この第3戦5番手スタートから大逆転3連勝を飾りましたゼッケン2番ティームブルーと高垣哲也選手、おめでとうございます。2番手にはゼッケン21番アッシュ・ウィズ・ジャジャ秋山達夫選手、おめでとうございます。そして3番手にはゼッケン3番ティームブルーと矢島義雄選手、おめでとうございます。スーパー SS 上位3選手では表彰台にお上がりいただきまして、見事な3連勝となりました高垣選手に松戸大会会長より選手トロフィーが贈られます。2番手の秋山達夫選手、そして3番手矢島義雄選手と3選手に選手が贈られました。代わりまして高垣選手には優勝賞金1万円とトリプル K アワードが贈られます。じゃあ正面お願いします。それではスーパー SS 第3戦上位3選手でのフォトセッションです。よろしいでしょうか。それでは上位3選手に今一度大きな拍手をお送りください。